日々進歩する科学技術、生活を支える便利な道具、未知の解明、奇跡の発明、世界の明日を支える天王寺ラボへようこそ。はじめまして、科学雑誌サイエンスミューのライター綾瀬恵里です。本日は取材を許可していただきありがとうございます。こちらこそ、今日はよろしくお願いします。研究員の高見千佳です。存じております。他の雑誌やネット記事でお名前を拝見したことがありますから。普通の水道水を天然温泉に変える装置を開発したんですよね。うん、入浴剤を使わなくても日本全国の温泉を体験できるよ。私っては有名人。その装置のお話もぜひ聞かせてください。それで今日は所長の天王寺里奈さんは。今日は私が所長だよ、代理です。代理？じゃあ所長は留守ってこと？あ、お留守ということで。まあいいよいいよ、楽な感じで話して。里奈ちゃん、いや所長も本当はいるはずだったんだけど、急に海外へ出張することになっちゃったんだ。じゃあ取材は日を改めた方がいいかしら。え、帰っちゃうの？俺せっかく来てくれたんだし、中を見ていってよ。研究員のみんなも揃ってるから、いろいろお話できるよ。お菓子もあるし。お菓子ね。なんだか友達の家に遊びに来たみたい。そうね、所長が不在の今だからこそ聞ける話もあるかもしれない。わかった、お邪魔させてもらうわ。やったさあどうぞ、夢の研究開発の秘密基地天王寺ラボをご案内。お話しするならやっぱり応接室？でも所長室もかっこいいから見てほしいし。ああ、食堂ならご飯食べながらできるからそっちの方がいいかな。温泉装置もそうだけど、所長の代理を任されるなんて本当に優秀なのね。そう本当にそう思う？だって一時的とはいえこのラボの代表、最高責任者よ。波の実力じゃ任されないわ。そうだよね、すごいことだよね。ラボのみんなからは心配されたんだけど、やっぱり私。ああ、いた。だー、リコちゃん。また仕事放り出してフラフラしてたのね。書類整理が面倒なのはわかるけど、今はチカちゃんが所長なんだからしっかりしてくれないと困るわ。だってやってもやっても終わんないんだもん。休憩しないと頭が変になりそうなんだよ。だからって5分おきはさすがに休憩しすぎよ。もう、わかった。じゃあ残ってる書類が半分、いえ3分の1終わったらご褒美をあげる。ご褒美？そう、なんでもチカちゃんの好きなものをあげる。だからもう少し頑張りましょう。あ、わかった、頑張ります。よろしい。じゃ所長室に戻りましょうね。はーい。楽しそうなラボね。ごはーぴー、仕事が済んでからよ。もうごめんなさい、来て早々変なところを見せちゃって。サイエンスミューの綾瀬さんよね？エリで構わないわ。あなたもここの研究員なの？いいえ、時々みんなを手伝うこともあるけど、普段
段は所長の秘書を務めているの、桜内莉子です。今日はよろしくお願いします。エリさん、こちらこそ。ん？なんだか甘い匂いが。本当だ、これってもしかして。そうだ、エリさん、先に研究員のみんなを紹介するよ。コンロに炊飯器、冷蔵庫、それに作業台に並ぶ食材の数々。もしかしてここ厨房？そういえばここの食堂の食事って美味しいらしいわね。ふぅ、あや？知らない人がいる。うわ！え、なんでこんなところにベッドが？あ、いたいた、カナタさん。この人、うちのラボに取材に来てくれた綾瀬エリさんだよ。カナタさんのこと紹介しようと思って。取材？そういえば、そんなのあるって聞いたような、聞かなかったような。はじめまして、研究員のこのえかなたちゃんでーす。どうぞよろしく。よろしく。研究員の方だったのね。でも、どうして厨房にベッドなんて。研究成果を出すのに必要なものは良質な睡眠だよ。いちいち仮眠室に行くのも面倒だし、それにここは厨房じゃないよ。かなたちゃんの研究室。かなたさんは食物や料理に関する研究を行っているの。かなたさん自身も料理がすごく上手で、食堂の調理スタッフも兼任してくれてるのよ。へえ、研究だけじゃなくて食堂の料理まで興味があるわね。料理は科学っていうし、いつかご馳走になりたいわ。じゃあご馳走しましょうかね。ほい。うわー、美味しそう。これはチーズケーキ？そうか、さっき廊下に漂っていたのはこの匂いだったのね。ちょっと依頼を受けてね。一口食べれば幸せ絶頂、完全無欠のチーズケーキの研究開発を行っていたのさ。成分的には問題ないと思うんだけど、実際に人間が食べた場合どう感じるのか、自分だけで確認するより、いろんな人に食べてみてもらった方が、データもたくさん取れるからね。味見してみてくれないかな？やったー！カナタさんのチーズケーキ！食べたい食べたい！ね、エリさんも！ちょっとチカちゃん！いきなりそんなことを。いいのよ。実を言うと、さっき廊下で匂いを嗅いでからお腹が空いちゃって。それに、これも取材の一環だから、ぜひ協力させてほしいわ。ありがとう。じゃあ、これと、これもよろしく。ん？同じチーズケーキ？同じじゃないよ。こっちはチーズの種類を変えてあるの。匂いを嗅いでみて。微妙に違うから。もう一つの方は材料の配合が違う。それからこれもね。スフレチーズケーキ、ニューヨークチーズケーキ、あと冷蔵庫にレアチーズケーキがあるから、今出すね。もう固まってるはず。すごい量ね。使うチーズや他の材料の種類、配合、それに焼成時間も変えてみた。味、食感、口に入れた時の香り、後味、
詳しく教えて。はーい。エリさん、無理しないでね。大丈夫。言ったでしょ？これも取材よ。それじゃあ遠慮なく。いただきまーす。ごちそうさまー。美味しかったよ、かなたさん。お粗末様でした。みんなのおかげでデータがいっぱい取れたよ。一生分のチーズケーキを食べた気がするわ。でもすごく美味しかった。こんなに美味しいチーズケーキを食べたのは生まれて初めてよ。お腹もいっぱいになったし、次の研究員のところに行こう。隣の部屋だからすぐだよ。待って待って、カナタちゃんも一緒に行く。カナタさん、その箱は？さっきのチーズケーキだよ。試作段階だけど評価は上々だったからね。依頼人にも一応食べてもらおうと思って。依頼人ってこれから届けに行くの？近所の方なの？まあ近所といえば近所かな。小鳥ちゃん、いる？はーい、いますよ。あ、チカちゃん、リコちゃん、カナタさん、それから、あ、もしかして取材の？綾瀬エリよ、よろしくね。南小鳥です。取材なんてドキドキしちゃう。面白いこと言えるかな。あなたのことも知ってるわ。おがくずからシルクと同等の生地を作る技術を開発したのよね。こんなことを可能にするなんてすごいわ。そうだよ。小鳥ちゃんは布とか服とかの研究と開発をしてて、これまでにもいろんなものを作り出したすごい人なの。服飾業界からも注目されているのよね。新しい生地の開発依頼も多いし、中には服のデザインの相談もあったりするし。はあ、なんだか恥ずかしい。どの技術や製品もたくさんの人と協力して作り上げたものだから、別に私がすごいわけじゃ。開発の一端を担っただけでもすごいことだと思うよ。ってことで、はい、お納めください。頼んでたチーズケーキだね。ありがとう。すごく楽しみだったの。え、じゃあ依頼人って小鳥ちゃんなんだよね。小鳥ちゃん、チーズケーキが大大大好きなんだよ。今までたくさん食べてきたけど、なかなか運命のチーズケーキには出会えてなくて、かなたさんに相談したら作ってくれるって。何種類か用意してみた。うまくできたとは思う。小鳥ちゃんの運命の子いるといいんだけど。ありがとう。じゃあ私も。はい、どうぞ。かなたさんの運命候補たちです。はーい。枕、しかもこんなにたくさん。私もかなたさんから依頼を受けて枕を作ってたの。羽毛や小豆みたいな既存の素材の他に、開発した新素材を入れたのもあるよ。あと子守歌や夢のコントロール機能をつけたものとか、カバーの生地もそれぞれ中の素材に合ったものを使ってあるんだ。みんなも触ってみて。これは確かに気持ちがいいわね。うわー、うぐっ。
いけない、今はまだ勤務中なのに。チーズケーキでお腹いっぱい、ふわふわ枕で眠る。眠っていいよ。そうしないと枕との相性はわからないから。みんなが眠ってる間に私はチーズケーキをいただくね。おやすみなさい。おいにょん、露天風呂、失敗してしまいました。ここに並べてあるのは薬品かしら。初めて見るものばかりだわ。それに床には奇妙な文字。一体何の実験をしていたの？異世界の門を開く実験です。え、今何って？異世界です。私たちの住む世界とは別の世界。魔法を操って精霊と会話できたり、街も人も機械仕掛けだったり、生活拠点が宇宙だったり。現代でも解明できない謎の物質や建造物は世界中に数多く存在します。超古代文明の遺物や宇宙人のテクノロジーなど様々な説がありますが、異世界人によってもたらされたものという可能性もゼロではありません。ちなみに今は機械仕掛けの世界につながる門を開く実験中でした。機械工学は今後も私たちの生活に密接に関わる分野です。さらなる発展のために異世界の技術を取り入れたいのです。夢が広がる話だよね。かなたちゃんは24時間365日寝ていられる世界に行きたい。とはいえ、そろそろ他の研究にも手をつけてほしいところなんだけど。いいんじゃないかな。せつなちゃんには熱意のままに突き進んで極めてほしいよ。何かを調べたり作ったりするのってすごく根気のいることじゃない？何度も挑戦して失敗したらそれがどうしてなのかまた調べて、そうやって少しずつ進歩して進化していくんだよ。途中でやめちゃったらそこからはもう絶対進めない。だから止まらないでほしい。それに最初は何も起きなかったんだよ。それが爆発するまでになったんだからすごいよ。次は本当に異世界に繋がっちゃうかも。チカさん、ありがとうございます。この勇気刹那、世界のため、応援してくれる皆さんのため、必ず成功させてみせます。魔法陣のミスも書き直したし、薬品も新しく用意したし、準備万端。いけるよ、刹那ちゃん。いよいよ異世界への門が。よく考えたら魔法陣って魔法を使う時に使うものよね。でもここは
最先端の科学技術を扱う研究施設で、魔法が科学に変わる瞬間を見られちゃうかもね。行きます。1001回目の我が呼び声に応え、門よ開け。やってきた花びらなのでは。一瞬だけど門が開いたんですよ。やった、やりました。諦めないでいてよかった。次はもっと長く門を開いていられるように頑張ります。ここが所長室だよ。失礼します。そういえば所長室に行こうとしていたのよね。すっかり忘れちゃってたわ。今日は取材の方がいらっしゃる日だったんですね。来て早々実験に付き合わせてしまってすみません。早々でもなかったけどね。でも貴重な体験ができたわ。ありがとう。さあさあ、エリさんもリナも座って。エリさん、何でも聞いていいよ。何でも答えるから。本当？じゃあいろいろ聞かせてもらおうかしら。まずは最終的には服の力で世界中から争いをなくせたらいいなって思います。素晴らしい目標だわ。あなたならきっとできると思う。応援しているわ。ありがとうございます。頑張ります。やっぱり取材って緊張するね。かなたさん、いつもと変わらなかった気がするけど。そんなことないよ。見たまえ、このカッと開いた両の目を、カチカチにこわばる口元。変わらないですよ、全然。ねえねえ、次の質問は何？他にどんなことが知りたいの？あ、研究所の中もっと見る？そうね。じゃあもう一つだけ聞いていいかしら。この研究所では時間を操る研究がされているというのは本当なの？それって確か、リナちゃんとチカちゃんが一緒に研究してる。どうしてそのことを知ってるの？まだ極秘の研究なのに。ええ、だから詳しい内容は誰も知らない。そういう噂が流れているってだけ。でも火のないところに煙は立たぬって言うじゃない。情報が漏れていたってこと？一体どこから？私、誰にも喋ってないよ。私もです。断じて口外していません。私も何もしてないよ。資料を持ち出したりもしてないし。かなたちゃんもりなちゃんも知らないと思うな。データの流出だってない。ん？かなたさん、まさか心当たりが。お昼休憩とか、ラボでみんながまったりしてるとことか、たまに写真に撮ってラボの公式 SNS に載せてるよね。うん、ラボの堅苦しいイメージを払拭するためにみんなの自然な姿を。あ、もしかしてその写真に資料が映り込んじゃったとか？
そんなところから削除、今すぐ削除しなくちゃ。もう遅いんじゃないかな。遅いわね。エリさんお願い、このことを記事にするのは待ってもらえないかしら。まだまだ問題点が山積みの研究なの。とても発表できる段階じゃなくて。夢物語だとしてもそれはそれで面白いと思うんだけど。今度は一体何なの？警報音はこの部屋からです。ここは時間操作の研究室。チカちゃん、ロックの解除を。なんだっけ、暗証番号。この間変えたばかりだから。あ、思い出した、リナちゃんの誕生日だ。ちょ、部外者の私がいるのにそんなこと言っちゃダメよ。暗証番号が誕生日とか一番やっちゃいけないパターンでは。え、部屋中がみかんだらけ。あそこの機械からみかんが次々出てくるわ。なんなのあれ、みかんを作る機械？時間操作の装置だよ。私とリナちゃんの汗と涙と努力の結晶。これが噂の時間操作装置。時を止め、巻き戻し、そして進める。科学の不可能に挑む人類の英知。英知の結晶絶賛暴走中みたいだけど。ちょっと待ってて、すぐになんとかするから。まずは制御パネルを開いて。あ、その前に私の識別コードを認証しないといけないんだった。 AB35。 あー、うち間違えた。このエラーコードが表示されるってことは、こっちの配線を直して、あの、このレバーを引いて、こっちのボタンを、あれ違ったかな。大丈夫かな。私たちにも何か手伝えることないかな。ですが私たちはこの研究にはあまり関わっていませんし、中途半端に手を出したら事態を悪化させてしまう可能性があります。とりあえずみかん片付ける。隅っこに段ボールあるからあれに詰めてこ。そうね。みかんに阻まれて歩きにくい。そもそもどうして時間操作の装置からみかんが出てくるの？何がどう関連しているのか全くわからないんだけど。天王寺ラボのモットーは人々の暮らしに寄り添うだからね。生み出される技術や製品も生活に馴染みやすい形をしているんだよ。それでみかん？まあ確かに馴染み深いけど、やっぱり関係ない気がする。ダメー、段ボールはつかめたけどみかんに埋もれて引っ張り上げるのは無理だわ。チカちゃん、装置はどんな感じ？なんか制御パネルが全然反応しない。一旦出ましょう。とりあえず廊下にみかんを出して動けるだけの余裕を確保するのよ。無理です、もう身動きが取れません。息苦しくなってきた。頭がぼんやりする。小鳥さん、寝てはダメです、しっかりしてください。何か手はないの？みかんも
止まったっぽい？みんな大丈夫？チカちゃん大丈夫よ。そっちはどうなったの？装置の暴走は？全然言うこと聞いてくれないからね。コンセント引っこ抜いちゃった。はぁ、空気が美味しい。頭もすっきり。なんとか脱出できたわね。窓に手が届いて本当に良かったわ。でも装置は大丈夫なの？ちゃんとシャットダウンの手順を踏んだわけじゃないんでしょ？それなのにコンセントを抜いちゃうなんて。大丈夫大丈夫。今までにもどうしてもわからないときは強制終了でリセットしたこともあったから。それで壊れたこともないし。前に別の機材にそれをやって壊していませんでしたか？え、あ、いや、どうだったかな。仮にもものづくりに携わる立場なんだから、もっと丁寧に扱ってちょうだい。さっきの強制終了で壊れてないといいね。そうね。未完成とはいえ、せっかく作った夢の装置だもの。日の目も見ずにスクラップじゃ、あまりにももったいないわ。まあ、仮に装置が故障して研究が中止になっても、今回の体験だけでちょっとした記事は書けそうだけど。エリさん、社長室でもお願いしたけど、このことは本当に？エリさん、はい、これ。え、これ装置から出てきたみかん？いいの？こんなにたくさんもらっちゃって。装置のことをもう少しだけ内緒にしてて。その代わり研究の成果が出たら一番にエリさんに教えるよ。わかった、待ってるわ。その時はうちの雑誌に独占取材させてちょうだいね。うん。ところでこのみかん、普通のみかんじゃないのよね。食べたら何か起こるのかしら？多分だけ時間が止まる。多分ね。サイエンスマガジンの記者として身をもって効果を検証してみるわ。今日はいろいろな話を聞かせてくれてありがとう。食べても食べても減りませんね、みかん。スイーツ系はネタ切れの気配なんだよね。普通のお料理にも使ってみるか。一応これもラボの重要機密だし、近所に配って回るわけにはいかないもんね。頑張ってみんなで食べきましょう。でもこのみかん、調べたら成分は普通のみかんと変わらなかったよね。栄養価はものすごく高かったけど。時間が止まった感じもしないし、成果を出すにはまだまだかかりそうだな。あ、メッセージ。エリさんだ。チカ、久しぶり。ラボのみんなは元気かしら？今日はあなたに知らせたいことがあって連絡したの。この前の取材でもらったみかん、あれを食べたら本当に時間が止まったのよ。原稿を書く前に食べたんだけど、書き終わった後に時計を見たらほとんど時間が進んでなかったの。あの装置完成してるんじゃないかしら。また取材に行かせてね。あ、雑誌は来週の月曜日発売よ。みんなにもよろしく。どういうこと？エリさんの時間は止まったの？私たちは何もないのに？
そうだよね。強いて言えば体の調子がすごくいいくらいで、他には何も。もしかして栄養たっぷりのみかんを食べてめちゃめちゃパワーが出たから原稿も早く書き上がったとか。可能性はありますね。これもある意味時間操作と言えるかもしれません。体感時間の操作です。つまり失敗だけど失敗じゃなかったってことだね。やったー、また一歩目標の達成に近づいたよ。よーし、今日も暮らしに寄り添う楽しい発明品